レッスン14、重要な重症実験になります。まずは、ループホール・フリー・ VIOLATION の,イイのことを説明したいと思いますが、そのループホールを閉じている実験のことなんですが、それは、ベルフ等式の破れについてになります。ちょっと、抽象的から始まりたいと思いますが、まずは相関関係のことを、あの ちょっと、えっと、確認したいと思いますが、まずは2つの発行を用意します。その発行の仕事は、えっと、何かの1つのランダムビットをもらって、そして何か計算をして、アウトプットのビットも,も検出することになります。それから、そのアウトプットの相関関係を、えっと、計算したら、それがどうなっているでしょう。こういうことになるんですが、 大文字の A と B はその措置、その発行になってるんですが、インプットの,のキューベットとしては小文字の A と小文字の B にはこれはランダムになってるんですね。ランダムの0か1になってます。それから A と B はそれが使って何かを計算して何か測定して、アウトプットのとしては小文字の X と Y になってるんですが、 So, x が -1 かプラス s 1になっているし、B もえっと、y も,もその -1 かプラス s 1になります。まあ、というわけは、これも -1 プラス1のことなんですが、あるものの,の、えっと、こういう値になっているんですね。そして、それを使って、この相関関数と,としてはと計算できます。これが、 その関数としてはそれがベルフ等式になってるんですが、これは前のレッスンに説明,説明したでしょう。これが2以下だったら、量子力学については何も証明になりませんが、それが古典のシステム、古典の結果しかできてないということになっているんですね。2以上になってれば、量子力学については何かの情報になるでしょう。それがもうちょっと説明したいと思いますが、 例えば、インプットの乱数なんですが、それが測定の規定を決まること。どういうふうに,には測定します。まあ、我々は量子情報のようなことを話しているので、何を測定するか、まあ、量子ビットでしょう。例えば、これが NV ダイモンドなんですが、それが NV センターに,になっているでしょう。この NV センターの中には、 こうえっと、電子があるな,なんですが、その電子をの,のスピンをキュービットと,としては、えっと、あの、リルシビットに使えるでしょう。そうすると、その電子のスピンを測定すると、それが、まあ、こういう値のプラス1かマイナス1の結果は出てきますね。それが、X と Y のことにするなんですが、これが A の,の,のところと B のところに置いておく装置になります。まあ、これが、 測定の結果になってるんですが、必ずその規定で,ではそれが、こういう値のプラスワンかマイナスワンになるんですが、どんな規定で測定するかというのは、えっと、乱数で決まります。そのインプットの小文字 A が0の場合には、A さんが Z の規定で測定します。その乱数が1になっていると、A さんは X の規定で測定します。 ですが、それが A のやり方なんですが、B のところではその規定は違います。B のところには小文字の B の乱数が0になっている場合には、こういう斜めの規定で測定するなんですが、それが -z plus x water root 2になります。それから、 b イコール1の場合にはそれではなく、それも、もう、あの、位相は、と、変わりますので、マイナス z マイナス x のことになっていると、それが90度には違うでしょう。それから、その、電子のスピンを測定すると、もし、a と b の間には完璧な量子も連れができていれば、理想的にはこの数字が出てきて2、2ラルー2になると、それが、まあ、 2.828にはなります。もちろん、これが実験になりますので、物理的な装置が完璧なものにはなりませんので、こういう理想的な数字にはなりませんが、それはどのぐらい近くに行けるでしょう。さて、それができてたら、それがベルフ等式の破れになります。それができてたら、どんなことには、まあ、あの、あるかというのは、まあ、 リ論ーについては、ま、もう意味もあるなんですが、その意味は、例えば、量子力学は、両方の,の、えっと、ローカルとリアリスティックにはあり得ないことには昔から知ら,知られていることなんですが、ローカルというのはそれが、まあ、極小性になっているんですね。このところには何かすると、それの結果、あるいは影響が、光の速度より早く電波はできないでしょう。 早く、その光の速さより早く通信はできないんですよね。それからリ、realistic リのことなんですが、このシステムとしては、もう状態は決まっているでしょう。その状態が決まっているので、何か測定すると、まあ、測定の前からそれは決まってあるんですかまだ我々は見,見てないかもしれませんが、それが決まってあるんだろう。 と思っていることはあると思いますが、量子力学にはそれが、まあ、数学的にはと両方がありえないことにはなっている、との証明になっているんですね。ですが、えっと、その理論でについてだけじゃなくて、えっと、役に立つものと,としては、えっと、なっているかもしれませんが、我々は量子ネットワークのことは,のは話しているので,ので、えっと、例えば、 利用鍵配送があるでしょう。その利用鍵配送は、利用もつれを使う場合もありますので、その利用もつれを使う手法にすると、このベルフ等式を使って、それが、えっと、その鍵の安全性、ねね、を証明できるようになるでしょう。にになるでしょうそれでと盗聴、盗聴している人はいないとどういうのは分かっているんですね。 それからデバイスインデペンデンスなんですが、デバイスは装置で、でそのインデペンデンスは自由,な自由なことになってるなんですが、例えばこれが、えっと、箱を買いたい、装置を買いたいことになってるんですが、その装置のメーカーは、はえっと、信頼性はまあ基本的に信じてると,と,思うと,思う、ね、と思いますが、それを証明したい場合には、あるいは証明せずには、 デバイスの,の結果を使いたい。そのベルフ等式にもそれが,が、えっと、証明になるになります。これがもしかしてその、まあえっち、と、は嘘のソフトウェアか嘘のハードウェアは入っているかどうかまあわからないんですが、とりあえず、量ティ学ではこれが証明に,になってますので、そのデータは安全に使えることにはできます。 それからランダム性、それのラン数が完璧にランダムになっていることも証明になります。それから、えっと、ループホールのことなんですが、抜け穴かもしれないなんですね。その不等式を証明するためには、まあ、いくつかの,の前提、えっと、あるんですが、それについてはどうなっているでしょう。まずは、その一つ目のループホールは、そのローカリティ、その極小性についてなんですが、 その A と B の箱の間には通信をえっと許せないこと。通信ができて,できてたら、それがなんとなくえっと嘘のデータを作れることになっているので、それがえっとあの禁止することには重要になります。例えば、それがえっと A のことはデータのインプットがあって、アウトプットは決まるでしょう。その B 側のインプットとアウトプットもあるんですが B 側の設定と結果をあの A が分かっていれば嘘のデータを作れることにはできるなんですが B からデータを届く前には必ず A も自分の結果を発表しなければなりませんやり方としてはそれができるだけには距離を離れて,離れ,ていればそれが と使える時間が増えることになっているんですが、こういう図にはなる,なるかもると思います。A と B の間には D の距離があるんですが、とそうすると時間も上に行きますが、B からの,のデータはと、結果とかには A には伝えたいかもしれませんが、どのぐらい頑張っても光の速度をより超えないでしょう。 その超えない場合に,に,になっているので、えっと、一番短い通信の時間は、えっと、D ウォーター C になっているんですね。お互いには A からの B にもデータを届けた,届けたい場合には、まあ、同様に、えっと、D ウォーター C、えっと制限になっているんですね。それから A と B のアウトプット、その結果も発表しすることは この時間の間にはしなければなりません。そうすると、あのパートナーからデータは何ももらってないとの証明になるでしょう。次には、あの検出のループホールについて説明したいと思いますが、まずはそれの公平さは重要になります。例えば、その実験を何回も繰り返して、統計を取って、その、えっと、ベルフ等式を計算することになってるなんですが、 後でデータ集まって、後でどっちのデータを使うかは,は、えっと、自由には決められるなら、それがいいデータしか取れないので、でえっと、不等式を破れたとの証明にはできるかもしれません。まあ、それが守りたいなんですが、基本的にえっと物理の措置になっているのでは、どうしてもそれが コーシをなくしてしまう場合もあるし、ディテクターをも,もしかしてちゃんと検出してない場合もありますので、それが守れる手法も決めなきゃいけないことになっているでしょう。まずはそれが説明した通りなんですが、それが自由にはどっちのデータを使うことは決められるなら、それがベルフ等式を破れ,ればと解計にはなるかと思いますが、 全部のデータ使ってたら、そのベルフ等式は破れない状態になってるかもしれません。それから、どうやってこの検出ループ法は閉じることにはなるでしょう。まずは、その、あの、できるだけにはディテクターは高い効率をしなければならないんですが、それから、あるいは、量しもつれを作ってから、 このベルフ等式,式の、えっと、実験をやることになります。それがうまくでき,できてたら、それがあのいいことになると思いますが、全部のループホールを閉じることはかなり難しい実験になります。なんと、デルフト工科大学にはに2015年にはできました。これがデルフト工科大学の,のキャンパスなんですが、 そちらでは NV ダイモンドのセンターのキュービットを使っているんですね。A のところと B のところにはウィルシービットを用意してあるんですが、そして A と B の間には距離が1280メートルになります。それが直行の距離になっているんですが、そうすると、その光の速度によると、それの時間は4.27マイクロ秒になっているので、 それの間には、えーと、やらなければならない仕事があるんですが、その間には測定の規定を選ぶこと。それから、えー、と測定の結果も、えーとまあ、測定を行って、えーと、結果も発表すること。それができてたら、まあ、いいことに,あのにはなると思いますが、それから、検出のループ法もること、えー、と閉じることに,については、それが A と B の間には、量子も連れレができているとは証明しないと、まあ、それが知るべきになります。それから、アーキテクチャとしては、これが MIM のアーキテクチャン、リンクアーキテクチャになっているんですが、A から腰が出てきて、B からも腰も出てくるなんですが、C のところには、えっと、Bell State Analyzer、BSA を用意してあるんですね。それが、えっと、 直行線が1 2 8 0ルになってるんですが、A と C の間にはファイバーを通,通る道としてはそれが4 9 3ル、で、B と C の間には8 1 8ルになってるんですね。そうすると、結果はどうなってたでしょうまずは18時間の実験なんですが、 それの間には、ベルペアをできた、えっと、ヘローディングになっている場合には、それが240回しかできていない。つまり、えっと、1秒当たりには4万8千0 0回にはやってみたんですが、確率が,が、えっと、6.4×10 のマイナス9乗になっているんですね。それがちゃんと。 電子から格子が発射して、それからちゃんとファイバーに入って、ファイバーを通って、BSA のところに届いて、BSA でちゃんと検出ができたというのは、それ全部のことには、このぐらいの低い確率になっているんですが、まあ、いろんな理由があるんですが、一つののは、これが理想的なファイバーには、適切なファイバーにはなってないかもしれません。 ファイバーについての説明したレッスンについてなんですが、えっとまあ、世界の記録的な,な,なあのファイバーのロスは、えっと、1キロ当たりには0.2 dB になっていると言っていたと思いますが、今回の使っていたのは、えっと、1キロメートル当たりには8 dB になっているんですね。なぜ8 dB になっているかというのはあの、本当にファイバーの様子が悪いんじゃなくて、 ファイバーの特徴のところの、えっと、波長が合わないということですね。使っている波長は NV ダイモンドセンター、NV センターの,、えっとのえっと、状態でに,については決まっているんでしょう。ですが、それが全部やっていたと,と、なんと、その245回の結果を使うと S が2.42になっているので、 あとは、誤差は0.2になってるので、まあ、これが、えっ、ー、と、ベルフト式を破れた後の証明になっているんでしょう。で、その、えーと、破れたことは、それが今回にはそのループホールが閉じた、完全には、ね、ベルフト式を破れたことは初の証明になりました。